正末宮昭人親王から1903年2月18日は、日本の皇族、陸軍軍人。下には、元帥陸軍大将大君以降に旧。伏見宮放課親王第八王子である。日は、旧、久留米藩主有馬雷美奈の長女より子。明治新時には三色のうち議定となり、仁那寺宮、吉明親王と名乗っていた。幕末期。仁那寺宮。 よ明時代の写真安政五年、仁皇天皇の勇士となり、親王宣言を受け、純人親王を合し、任那寺第30世の門跡に就任した。慶応三年、元族を命ぜられ、任那寺宮、よ明親王と名乗る。明治維新にあっては、議定、軍事総裁に任じられた。母親戦争では、王宇政党総督として、官軍の指揮を取った。 1870年に宮郷を東伏見宮に改める。1874年に勃発した佐賀の乱においては政党総督として、また1877年の西南戦争にも旅団長として出生し乱の陳定に当たった。1881年に維新以来の功労を検証され、価格を世襲新農家に改められる。翌1882年に 宮号を、仁和寺の地域の救命小松里にちなんで、小松宮に改称した。親王は、ヨーロッパの君主国の礼に倣って、皇族が率先して軍務に就くことを奨励し、自らも率先推範した。1890年、陸軍大将に昇進し、この絵師団長、参謀総長を歴任、日清戦争では、精神大総督に任じられ、旅順に出征した。 1898年に元水府に列せられる。国際親善にも力を入れ、1886年にイギリス、フランス、ドイツ、ロシアと多いヨーロッパ各国を歴訪した。また、1902年、イギリス国王エドワード7世の戴冠式に、明治天皇の名代として臨席した。社会事業では、日本赤十字社、大日本水産会、大日本三林会、 大日本部特会、高野山交流会などの各種団体の総裁を務め、皇族の公務の原型を作る一翼を担った。また、1896年には、井上遠梁の哲学館に、五国愛理の変学を可ししている。その他、経歴の一つとして、江戸地の開拓に、清水が二次中と共に関わっている。このことの詳細は、 公文書として、忍羅寺宮江戸開拓に不毛したてならび職務人面の子たちに記述されている。小松宮昭人新郎。1881年、ハワイ王国の唐川国王来日時の写真。上野恩師公園にある小松宮蔵小松宮帝1881年、昭人新郎は永世皇族となる。もともとは一代限りの皇族であった。 1885年12月、子供のいなかった、秋人新郎は、伏見宮法華新郎の第17王子頼人新郎を養子に迎えた。しかし、次第に頼人新郎を排除し、北白川宮義久新郎の第4王子照久を後継者にしようと考えるようになった。1902年4月、宮内大臣の田中光明に親戚降下し、 テルヒサオを養子に迎えることを願う。田中が難職を示すと、秋人新王本人が親戚効果を断念する代わりに、テルヒサオを親戚効果させて、公爵として財産を相続させて、よりひと新を別家させることを願った。その結果、1903年1月、よりひと新との養子縁組は解消されて、よりひと新は東伏見の宮家を創設した。 ただし、テルヒ久王の親戚公家は認められなかった。1903年2月、秋人新王は皇居、より小平は、テルヒ久王の小松三宅相続を願ったものの、認められなかった。そのため、小松宮は一代で絶景することになった。しかし、1910年7月20日、テルヒ久王は、親戚公家し、小松テルヒ久公爵と名乗り、小松宮の祭祀を継承した。 ありがとうございます。